今日はね、さっきももちゃんからこれありますよって言われたんですけれども、これえ毎日出してます、この QR コードさすがにもうみんな読み取りました。このだからさ、もうさ T シャツとかにしたらいいよね、このあいつでもご自由に読み取ってくださいみたいな。あとはやっぱりこれを読み取れるかゲームをやるのがいいんじゃないかなと思います。読み取れるかな、いきますよかな初級編です読み取れんのかなこれそれでは次はちょっと難しいよ ここからは上級者向けだよ。で読み取らないで走った意味ないじゃないですか。何それ、走り損なんですけど、何してんの。あ、読み取れました。動いてる状態でも読み取れるのかなできるんじゃないかな、走ってるだけ。うん、どれくらい走ったら読み取れないのかなっていうところが、なんかゲームにしたいですよね。うん、もっと難しくできるんじゃないかと思う。ここからは上級編だよ結構難しかったんじゃないですか楽しいのは私だけすみません、こちらメザニュースキャスターカレンダーのお知らせの QR ですのでもし結構難しいですか、あなたは何級でしたかこう上級、初級、中級、上級で、え、私もやりたいんですけど。だから他の誰かキャスターに走ってもらって読み取れるかどうか、パソコンの前でスマホをかざしてね。今は最後の上級編だけヒールを脱いでいたので、でもうちょっと助走をつければもっと難しくできたんですけれどもね。だからこれを消さない、もう二度と出さないでください。ゲーム中ずっと恥ずかしい、ずっとこれ出てたんだ、恥ずかしい。じゃあみんな笑って見てたってこと、あ、出てるのになってまたやりましょうかね。うん、キッタン QR コード出てるよっていうコメントもありまして、下の方にずっと割と最近はこの QR コード出ているんですね、じゃあもうこれを出す必要私はないですか、この QR コード読み取れるかチャレンジこれ難しいじゃないですか、え、これすごい難しいんじゃないですか。私だからさっき、あ、全然できなかったなって思ったので、難しい QR コードのゲームどうしたら上級者向けになるかなって思ってさっきね考えてた、やっぱり始まった。だからこれが難しいんじゃないかなって一個考えてたのが、ここからは上級者向けだよ、ここからは上級者向けだよ、読み取ってみてね回れないんですけどもういいか、もう読み取りましたよね皆さんね、はい、限界を攻めるのQR コードってどれ、結構読み取るの難しいイメージですけれどもね、下にずっと出てるので、ウェザーニュースキャスターカレンダー、もし、まだ購入してないよって方いらっしゃったら読み取りお願いします読み取りエラー多発、そうですね、落ち着いて読み取りたい方はこっちで読み取っていただければと思います。そうですね、今のターンのはリエナちゃんじゃないとできない技かもしれないですね。
パネルでみんなが読み取れどこまで読み取れたかは教えていただければと思います。